裏地付きキャラメルポーチを作ります。布、表面、裏面で、リボン、ファスナー。ファスナーはここからここが20センチです。布の表にファスナーを端から5ミリのところに置いて縫い付けます。で縫いましたら、裏布を中表に重ねて縫います。裏布のファスナーを表布中表に合わせていて裏返しにします。で、この一番最初に縫った線の少し下を縫います。表面を縫い押さえておきます。縫えたらファスナーが裏向きになるように反対側の端にも縫い付けていきます。5ミリ開けて、中表に重ねて縫います。こんな感じで縫えました。ここも表に返してちょっと大変、縫い押さえます。縫いにくいのでこちらからここぐらいまで縫って、その後反対側から縫おうと思います。縫えました。こっちからとこっちから。縫えたらファスナーを半分開けたまま裏に返します。
中心とここの中心を合わせてこんな形にします。でサイドを入れて反対側も同じようにします。こうしてここにちょっと切り込みを入れるとここが真ん中と分かりやすかったりもします。合わせる。同様にこちらとこちらにも入れて全部の角が合うようにすると重ねやすいです。こんな感じでクリップで挟みタブはこの間に入れます。縫います。反対側を縫います。このリボンの両端を折ってこう折ってここをくるみます。ちょっと端が多いので切ろうかなと思います。縫えたら表に返します。中はこんな感じでタブがつきます。今回は結構長方形っぽい形です。26センチの縦方向をもっと長くするとコロンとサイコロみたいな形になります。一度作ってみてください。